警察庁にサイバー攻撃。本日警察庁が昨年8月から11月中旬にかけ保有する端末に46回の不正アクセスが行われていたと発表しました。現時点で情報流出は確認されておりませんが、不正アクセスにサイバー攻撃に1年以上気づけていなかったことになります。こういったサイバー攻撃は 絶対に何らかの通信が行われますので、そういった通信を監視していれば、サイバー攻撃を検知することが可能でございますが、警察庁にはそういったサイバー攻撃を検知できる環境が整えられていたのか、速やかに確認を行っていただき、今後、 不正アクセスサイバー攻撃が行われた場合に、まずは速やかに検知できる体制を整えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。